ッドソックス5から4エンゼルス現地時間4月14日、フェンウェイパークボストンレッドソックスが2連勝でカード勝ち越し。吉田忠尚を外野手30は6番指名打者でフル出場し、今季1号塁打を放った。レッドソックスは初回3番タイラー・オニールが全体トップとなる7号ソロを放って先制。さらに4番トリストン・カサスが2者連発となる4号ソロで続き、開幕から14イニング連続無失点のエンゼルス先発アンダーソンから2点のリードを奪った。一時は同点に追いつかれたが、5回裏に2番パブロ・レイエスの敵地2塁打で勝ち越し、6回裏には吉田が今季1号の2ラン塁打を右翼スタンドへ叩き込んでダメ押し。最終回は一打逆転のピンチを背負いながらも、守護神ケンリー・ジャンセンが締めて2連勝。エンゼルスに対しては4勝2敗で、ホームアウェー両方でのカード勝ち越しとなった。この試合の吉田は3打数1安打、1塁打、2打点、1四球という内容。開幕から16試合目、60打席目で待望の1号塁打をマークし、連続試合安打は5試合に更新。今季成績は打率255、オプス673となっている。レッドソックスは現在、主砲のラファエル・ディバースが肩の負傷により4試合続けて欠場しているが、この試合ではオニール、カサス、吉田の主軸打者3人が共に塁打。さらに3選手揃ってチームトップの今季8打点目をマークし、主砲の不在をカバーした。ディバースは次戦のガーディアンズ戦から復帰予定。次カードはホーム開幕10連戦を締めくくる4試合となる。